あんな華麗にな。トルストイ。前回の続きからです。しかし母と子の愛情のありさまや。二人の話し声や。二人の語り合っていることや。これらすべては。彼に意向を変えさせた。 彼はちょっと頭をひねりほっとと息をついて扉を閉めたもう10分だけ待ってみよう咳払いをし涙を拭きながら彼はそう独りぼちたその時屋敷の召使いたちの間には激しい動揺が起こっていた奥様がやってきてカピトウ位置が中へ通したので 今子供部屋にいらっしゃるということはみんなの耳に入ってしまったところで8時すぎにはいつも旦那様が子供部屋へ行かれることになっているが夫妻が顔を合わすわけにはいかぬからどうかしてそれを妨げなければならぬということもみんな承知していた重木頭のコルネーは 玄関板を部屋へ降りていって、誰がどうして奥様を通したかを尋ね、カピトウノイチが出迎えて案内したことを知ると、老人に散々小言を言った。玄関板はかたくなに黙りこくっていたが、コルネーがそんなことをすると追い出してしまわなくちゃならんと言ったとき、カピトウノイチはそのそばへ飛んで行って、コルネーの顔の前で両手を振り回しながら、 幕したて始めた「うんお前ならお通しせずにおられたろうよ。10年もご奉公している間おじい深いことより他何一つ覚えてないんだぞ。まあお前一つあちらへ行ってどうかとっととお帰りよと言ってみるがいいや。お前はそういうことをお上品にやってのけるコツを心得ているんだからな。へん少しは考えてみるがいい。 旦那の,ものをこそこそそくすねてアライグマの毛皮街灯をせしめたりしたくせに。兵隊めとコロネーはバカにしたように言って、檻から入ってきたバーヤに話しかけた。ああ、マリア、エフィー・モブナ、一つ分別を貸してくれないかね。誰にも言わないで勝手にお通ししてしまったんだよ。とコロネーは言い出した。 ところが旦那様は今にも今からお出になって、このまま部屋へ入ってお行きになるんだからな。そりゃあことだ、大変なことだ。とバあやは言った。そんならコルネー・バシーリチ、お前さん何とかして、お引き止めしておくれよ。旦那様をさ。私はあちらへ駆けつけて、何とか奥様をお連れ出しするからさ。さあことだ、ことだ。 ーヤが子供部屋へ入った時セリオチャは母に向かってナージェンカと一緒に毛ぞりで滑っている時ソリがひっくり返って三度もとんぼ返りしたことを話していた彼女は我が子の声の響きを聞きその顔や表情の変化を眺めその手の感触を楽しんでいたが言うことは少しもわからなかった もう帰ららななければならぬ。この子を残して行かなければならぬ彼女はただそのこと一つだけを考え感じていたのである戸口に近寄ったワシーリー・ルキッチの足音もその先払いも耳にしたし近づいてくるパーヤの足音もちゃんと聞こえていたが物言う力も立ち上がる力もなく 化石したもののようにじっと座っていたまあお懐かしい奥様アンナのそばへ寄ってその手と肩にキスしながらばあやは言い出したボッチャマのお誕生日にこんな嬉しいこときっと神様のお授けでございます奥様はちっともおかわりになりませんねあらばあや嬉しい お前がここにいるとは知らなかったよ。ふとつかの間我に帰ってアンナはこう言った。いいえ違います。私は娘のとこにおりますので今日はお祝いにあがったのでございますよ奥様。本にを懐かしい。ばあやは出しのけに泣き出してまたアンナの手にキスし始めた。 セリオジャは目を輝かし、満面に笑みをみなぎらせ、片手で母につかまり、片手でばあやにすがりながら、むき出しのふっくらした足をカーペットの上で、バタバタさせ始めた。自分の好きなばあやが、母に優しい情愛を示すので、う頂点になってしまったのである。ママ、ばあやはよく来てくれるんだよ。 そして来る時には」と彼は言いかけたがそのまま口をつぐんだばあやが何か母にひそひそとささやき母の顔におびえたような表情と母にはいかにもふさわしくない周知の色が現れたのを早くも見て取ったからである「かわいい坊や」と彼女は言って 彼女はさよならと言うことができなかったけれどもその顔の表情はこの言葉を言っていたセリオウジャはそれを悟った「かわいいかわいいグチック」と彼女は小さい時によく呼んでいた名を言った「お前私を忘れたりしないだろうねお前 彼女はもうそれ以上言うことができなかったその後になって彼女は我が子に言うべき言葉をどれだけ考えついたか知れないそれなのに今は何一つ言うことができなかったのであるガッセリオジャは母の言おうと思ったことを全部悟った彼は母が不幸でありまた自分を愛してくれているのを悟った そればかりかばあやがひそひそ声で言ったことさえ悟った8時過ぎになるとという言葉を小耳に挟んでこれは父親のことを言っているのだそして母は父と会うわけにいかないのだなと悟ったそれは彼にも分かったけれどなぜ母の顔に怯えと周知の色が浮かんだのかそれだけは分からなかった 母に罪はないけれども、父を恐れて何かを恥じている。彼は問いを発して、その疑いを晴らしたいと思ったが、そうするだけの勇気がなかった。ただ母が苦しんでいる様子を見てとって、母がかわいそうになった。彼は無言のまま、皮脂と身を寄せて、ささやくように言った。まだ行っちゃいや、パパは。 まだすぐにはいらっしゃりはしないから。母は我が子が言っているのと同じことを考えているか、それを見抜こうと思って、自分の体から押し放すようにした。と、その怯えたような顔には、こんな表情が読み取られた。彼は父親のことを言っているばかりでなく、父のことをどう考えたらいいのかと、 尋ねてもいるようであった「セリょじゃかわいい坊や」と彼女は言った「パパを好きにおなりなさい」「パパは私よりもっといい立派な方なんだから私パパに対して申し訳ないことをしたの」「お前も大きくなったら自分でわかるでしょう」